スプーキー・トゥースはイングランドのロックバンドである。主となる活動期間は1967年から1974年にかけてであるが、バンドはその晩年までに何度かの再結成を行った。スプーキー・トゥース以前はバンドの5人の創設メンバーのうち4人がアートというバンドでパフォーマンスを行っていた。アートの解散後、 その最終ラインナップのメンバーが1967年10月にアメリカのキーボード奏者、ボーカリストであるゲイリー・ライトを加えてスプーキー・トゥースを結成した。ライトはアイランドレコードの創設者であるクリス・ブラックウェルによってアートのメンバーに紹介された。彼らのデビューアルバム It's All About は1968年6月にアイランドレコードからリリースされ、 スペンサー・デイビスグループ、トラフィック、ブラインド・フェイスといったバンドの裏方も務めた、ジミー・ミラーによってプロデュースされた。セカンドアルバムである、スプーキー2・トゥも、同じくミラーがプロデュースを担当しており、ロック氏などのプレスから注目を集めた。同アルバムは、母国イギリスでは、デビュー作と同様セールス的に失敗したが、A&M レコードから発売されたアメリカ版 LP は、 全米アルバムチャートでトップ50入りし、オランダのアルバムチャートでは最高4位を記録するヒットとなった。本作がオリジナルラインナップによる最後のアルバムリリースとなった。ラリー・ワイスの楽曲、エビル・ウーマンとベター・バイユー、ベター・ザンメの今日ではクラシックとされているバージョンが収録されており、後者をジューダス・プリーストがアルバム、ステンド・クラスでカバーした。 リドリーが1969年にハンブルパンへ加入し、アルバムセレモニーでは代わりにアンディリーが加入した。セレモニーの実験的な内容は賛否両論を受けた。このプロジェクトはゲイリーライトによって持ち込まれたものだったが、このアルバムが彼のバンドとしてのキャリアに終止符を打ったと考えられている。このレコードはロック史における大失敗の一つであると別の人物は述べている。 ライトが説明しているように、私たちは自分たちのアルバムではなくプロジェクトを行ったんです。それは、ピエール・アンリという名前のフランスの電子音楽、作曲家によるものでした。私たちは、これは私たちのアルバムではなく、彼のアルバムです。ミュージシャンとして演奏しているんですと、しっかりレーベルに行ったのです。そしてアルバムが完成したとき、彼らは言いました。いやいや、 これは素晴らしい。君たちの次のアルバムとしてリリースするつもりだよ。私たちはそんなことはできません。それはスプーキー・トゥーの方向性とは合い入れないものですし、それは私たちのキャリアを台無しにするでしょうと言いました。そしてまさにその通りのことが起こったのです。ライトはアルバムのリリース後バンドを脱退した。ハリソン、グロブナー、ケリーはバンドに残り、アルバム、 ザラスとパフをジョーコッカーのグリースバンドのメンバーと一緒にレコーディングした。1970年代にバンドと一緒にステージに立つ歌手マイク・ハリソン1970年の秋バンドはハリソン、グロブナー、ケリー、キーボード奏者のジョン・ホーケン、ベーシストのスティーブ・トンプソンというラインナップによるヨーロッパツアーに乗り出した。その後グループは解散したが ハリソンとライトは1972年9月に別のラインナップでスプーキートゥースを再結成した。アルバム You, Broke My Heart, So I Busted Your j a w は1973年5月にアイランドレコードからリリースされた再結成バンドによる最初のアルバムであった。創設ギタリストのグロブナーはステージネームとして アリエル・ベンダーを名乗り、モッド・ザ・フープルとチームを組んだため、バンドには復帰しなかった。グロブナーの後任は、ミック・ジョーンズとなり、創設ドラマーであるケリーに代わり、ブライソングラハムが、後任となった。ベースは、イアン・ハーバートから代わって、クリス・スチュワートが担当した。次のアルバム、ウィットニスでは、オリジナルドラマーのマイク・ケリーが、ブライソングラハムと代わって復帰した。ゲイリー・ライトは、 バンド誌において、この段階では、支配的なソングライターであった。しかし、共にリードシンガーを務めるハリソンが、アルバムのリリース後に脱退し、マイク・パトゥガ・ライトと並ぶ、新たなボーカリストとなり、アルバム、ザ・ミラーをレコーディングしたとき、新しいベース奏者として、バルバークが加入し、ブライソン・グラハムが、ドラムに戻った。しかしながら、アルバムの失敗によって、ライトは再び、 ソロキャリアのためにバンドを離れ、グループは1974年11月に解散した。ミック・ジョーンズは1976年にフォリナーを結成した。グロブナーは後にスティーラーズ・ホイールで演奏し、1970年代にモッド・ザ・フープルに加わり、アリエル・ベンダーを名乗るようになった。2005年、アリエル・ベンダーバンドを結成し、未だに時々その名でパフォーマンスしている。 2018年と2019年には再結成されたモッド・ザ・フープルとツアーを行っている。ケリーは1970年代後半にジオンリー、ワンズへ加わり、1980年代にも彼らと共演した。バンドは2007年に再結成されている。リドリーはハンブル・パイのメンバーとなった。2003年11月19日、彼はスペインのアリカンテで敗演と、 その合併症のために亡くなった、56歳だった。ライトは、1970年代には、国際的なソロとしての活動を開始し、ラジオ向きの楽曲、夢折り人がヒットした。ハリソン、グロブナー、リドリー、ケリーは、1997年と1998年の時点で、スプーキー・トゥースとして再結成し、その結果、1999年2月に、 リリースされたアルバムクロスパーパスが生まれた。ハリソンはハンブルクブルースバンドで演奏を及び録音を行い CD タッチに参加した。2004年6月ハリソン、ライト、ケリーは再びドイツの2つのコンサートでジョーイ・アルブレヒトとマイケル・ベッカーと共にスプーキー・トゥースとして再結成を行いその模様が DVD ノマド・ポエツとなった。二千六年 ハリソンは30年以上ぶりとなるソロアルバムレートスターターをリリースした。2008年2月、ハリソン、ライト、ケリーをフィーチャーしたスプーキートゥースの最新バージョンが結成され、ミスター・ミスターのギタリストであるスティーブ・ファリスト、シェム・フォン収録を伴い、ヨーロッパにおける一連のツアー日程で演奏した。2009年5月29日、この同じラインナップは6月に ドイツをツアーする前に、シェパーズ、プッシュエンパイアにおける、アイランドレコード50周年記念コンサートで演奏した。2012年、マイク・ケリーはソロアルバムの制作を開始した。ケリーは短い闘病期間の後、2017年1月18日に亡くなった。マイク・ハリソンは2018年3月25日に72歳で亡くなっている。バンドは、 1970年のドキュメンタリーグラピスでフィーチャーされた。ありがとうございます。